見た目は何割だと思いますか？サムさん27歳男性の方、うんうん、人の第一印象は見た目が9割とかよく言われてますが、本当のところ何割だと思いますか？割合の内容も含めて教えてくださいという相談です。うん、これね、うん、白まんじゅうさんがこの、人の見た目は9割っていう本昔出たじゃないですか。あれね、そう、あったじゃないですか。なんかメラビアンの法則ってやつで、よく新卒の研修とかでも研修講師の人がなんか身だしなみをきっちりする理由はとか言って、人の外見が9割で判断されるからなんですよとか言って挨拶の練習したり、服装を細々チェックしたりしてたじゃないですか。まあ本当はメラビアンがやったあの実験はですね、これちゃんと言っとかないと、あれの放送になっちゃうんでちゃんと言っとくと、あれ感情と態度が矛盾したメッセージを送られた時に、人は何を手がかりにして相手の真意を判断しようとするかっていう実験があるんですね。もう一回ちょっと難しかった。だから気持ちと態度、振る舞いが一致しないメッセージ、明らかに嫌ってそうなのにあなたが好きとか、そういうことですね、っていう時にどういう判断の手がかりをするかっていうことなんですけど、まあ、言語的メッセージがだいたい、まあどれぐらいだろう、 17% で、音、聴覚的なメッセージが 38% で、視覚的なメッセージが 55%。だからこの時点で見た目は5割ぐらい。でもちょっと待ってください、その見た目って振る舞い、振る舞いですよね。振る舞い、ルックスではない。この見た目が9割ってルックスではない、マジルックスのこと言ってるっぽいじゃないですか、こうやってビヘイバーのことですよね。そうです、ビヘイビアのことです。なので、マジですか、見た目が9割っていう、そのさっきの質問の前提あるじゃないですか、よく言われていますかって言うけど、よく言われているのは嘘なので、あんまりまずこの質問がそもそも違うので安心してほしいと言いたいところなんですが、ちなみに、その、こっちの態度という意味での見た目、っていうのは、要するに話をしてる時に体がこちらを向いているとか、そういう程度のことですか？そうです、不快にならない振る舞いとか、そういうことだと。パーソナルスペースを守ってますよとか、その程度ですか？そうです、最初の印象って。でもそういうの結構大事ではあるんですね。確かに大事、挨拶をするとか本当些細なことではありますよ、その笑顔を持つとか表情とか。なんで、でもこの人が聞きたいのはおそらくそこじゃなくて、単純にルックスのことだと思うんですね。で、私、ルックスにおいて最近ね、ちょっとルックスとはまた違うんですが、そのどんどん悪い、絶対ダメな要素を排除していくと、結果良いという感じだなって最近思ったんです。あ、なるほど、消去法的にってことですか。そう、で、それは私で言うと、私はオタクが好きなんです、でもオタクに7000人ぐらい会った結果、2、3割が異常に汚い、この中でさらに異常に汚いやつを省いて、ちゃんとこちらが挨拶をした時にこんにちは何々さんって言った時に、こんにちは牛島さん、明るく言えるやつ、この中ではね5割に満たないんです、で、明るく挨拶を仕返した後に適度な会話ができるやつ、こうなるとね、その5割の中の3割ぐらいになるんですよ、で、その後しばらく10分話してても辛くない人で、どん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 狭まってって、結局ね数人しか残らないんですよ、臭くなくて汚くなくて不潔じゃなくて、挨拶できて10分の会話が成立して、その後も会話をし続けたいと思って、その後飯を食いに行ってもいいかなと思って、なるほど、っていうような感じでだんだん狭まっていっちゃうんです、でも条件で言うと、さっきの大した条件じゃないんですよ、悪いところを排除していっただけなんで、とりわけね、こう飛び抜けたスキルがあるから、君に決めたってことじゃないんですよね。で、昨日考えたんですけど、セックスに関してもそうだなと思ったところがあって、まず女が一番嫌がることは何か考えたんです、痛い、粘膜が痛いことを女は一番嫌がり、次に臭いことを嫌がる、臭いことが
なぜいけないかっていうと、物理的に汚いから。で、この3点がないやつ、めちゃめちゃいいんですよ。3点。この3点。臭い。痛い、臭い、汚いがないやつ。これがない、こんなん当然じゃんって思うかもしれないですけど、これって一つ一つ全部コミュニケーション能力に深く密接してるんですよ。それはすごい妥当だと思いますね。そう。はい。おっしゃる通りだと思いますね。そう。だから、そのね、見た目を良くしようとかいうのは、私からすると、いや、なんか、俺ちょっと臭いかもしんないから、香水つけちゃおうかな、みたいな感じで、私からするとバカ。お前は風呂に入って無臭にして、臭くないっていう状態を保ってくれっていう感じになる。こういう人たちは見た目を良くするために、わかんないけど、3980円のシルバーアクセつけたりとかして、見た目が良くなった気になってるかもしれないけど、私はシルバーアクセを買うよりも、着てる T シャツのグレードを少しアップさせて、同じ白 T シャツでも、2980円の T シャツから4980円の T シャツにした方がいいのに、こういう人は、なんか、指抜きグローブとか、なんか、指抜きグローブじゃないだろう。わかんないですけど、尖った靴を買っちゃったりとか、そういう方向に行くんですよ。違うの、やっぱ。私からすると、一つ一つのグレードを上げたり、大事にすることの方が大事だから、そのね、香水を買うとかじゃないんですよ。ただ、マイナス要素をなくしてほしい、そこですね。なるほど、ね。はい。どうでしょう。僕結構その意見賛成でして、はい、あの不快に思われることをなくすっていうんじゃなくてね、あの結構平均的なものに近づけていくっていうのは大事ではあるんですね。こういう人のその見た目が9割とかなると、まあ、イケメンがいいとかって言われるんですけど、今三島さんが言ったことを多分一言でまとめると、まあ、清潔感みたいな話になってくるんですね。なんで、まあ、まず風呂に入るとか、あの服装、特にサイズの合ったシャツとかを選ぶっていうのはすごい大事で、サイジング大事ですね。そう、サイジングをね、失敗する人はね、かなり多いんですよ。そう、あとね、ズボンを試着しないんですよ、なぜか、ズボンは試着した方がいい、ここら辺がね、余ってるとダサいし、なんかね、あとちゃんとやっぱあのここの丈もきちんと切ってもらった方がいいですね。で、それを買いに行く服がないんですがとか言ってくれたらいいじゃないですか。知らねえよ、もう。まず1本ユニクロで通販で買えって思います。なるほどね。はい。実際、はい、そうですね。その平均的なルックスっていうのがすごい、少なくとも拒絶はされない最低のラインにはなるので、そこは本当に大事にした方がいいのかなと思いますね。はい。あと、まあ、見た目。それが大事っていうのは、どれくらいのラインのことを考えてるのかな。私はもう臭くない、汚くない、服が汚れてない、服が臭くない、洗濯に失敗してない、もうこれだけですよ。でもっと細かく言うのであれば、家の便所が綺麗であってほしいとか、その心の清潔につながってっから。だって家の便所も汚いやつが、本人が綺麗なわけないじゃないですか。いいとこ見ますね。いいとこつきますね。本当ですか。本当にそこをついてくる人、なかなかすごいですね。マジですか。やったね、はい。嬉しい。あのね、これ今ちょっと脱線してもいいのかな、これ、はい、どうぞどうぞ。この番組って。うん、あのそういう婚活パーティーとかに行っている友人とかに、最近なんか、まあ、彼結構ルックスはいいんですけれども、なんか辛くなってくると言われるんですね。なぜかっていうと、なんか部屋が綺麗かどうかとか、そういう、なんでしょうね、その、まあ、それこそ今言った生活の様子が想像できるような質問をすごくされるようになったと。最近、その昔は会社年収、あと身長とか、あの学歴とか、そういう数字とか指標でパッと分かるもんなんですけど、その人の人となりとか生活史とか生まれとか育ちとか、そういう目には見えないようなものを想像できるような情報がなんか重要視されている。今言ったところとかだと、髪型で
このうなじとかのムダ毛とかそういうところにまで目が行っているかとか、あと今言った耳毛が放置されてないかとか、トイレの時どんな風に立って使ったまま、洋式トイレ蓋開けてカバーも取って使ってしまうとか、そういうところとか、そういうねもう面接かよっていうぐらいのところをね結構見たりするんですよ。だから見た目だけでどうのっていうよりかは、その自分の生活がにじみ出てくる何かみたいなものをみんなまるっと最近は見た目とか言ってるんですよ。あの気をつけてください、これあのルックスだけいいでしょっていう話ではないんですよ。これもうねみんな結構シビアに人をね選別するんですよ今。だから佐藤のご飯をパックのまま食ってるっていうと、うん、おってなるでしょ。おってなるでしょ。なるね、なります、ね。その育ちみたいなのを僕はこれまあぶっちゃけ差別すれすれだと思うんですけどもね、こういうのってね、うん、育ち悪いやつで生まれ持ってそうなってしまった可能性もあるので、ね、寄せ橋とかしそうだもんね。そうですね。なめ橋とか箸使いとか箸使いもね、箸も箸使いで人を差別するなって言うじゃないですか、うんうん、悪いけど差別するよ。いやなるんですよ、めちゃくちゃじゃねえかって思ったりしますもんね、うん、鉛筆の持ち方とか、ね、その一つでもそうなんですよ。喋り方だけじゃなくてこの座り方とか、あの外見っていうのにすごいね、この人が見た目が9割っていうことの怖いところはルックスにすごい投資をする人がコミュニケーションの振る舞い、それ以外のものに対しての隙を作ってしまうっていうのが結構怖いところで、うん、そこを意外と危ない、今まあ結構コメント出てますけれども、うん、その食事中のテーブルとか、そうですね、うん、そうだからね、私は清潔について気を使っていた時にこんな細かいことをいちいち言われたら気がめいっちゃう、もうそこが心が不潔なんですよ私からすると。もう話しかけないでくれってなるんですよ。僕牛島さんのツイッター見て、うん、歯並びとか言ってたでしょ確か、歯の清潔さとか、そうあれもうね僕はそういうそのまあね本とかでもそういうの書いてるんですけど、うんうん、割とドンピシャなんですよ。歯のケアをするしないっていうのはもうねかなりその育ちの良し悪しをね反映しているので、いやあと、うん、闇金牛島くんの作者の人が、うん、その闇金牛島くんの作画の時に、うん、どういう風に底辺の人を描くかと、うんうん、で底辺の特徴を問われる時に、うん、一番重要視してるのは歯だと。歯ですね。で、はい、底辺は歯がめちゃくちゃだと、うんうん、歯のケアの金もない上に、はい、歯のケアをするという習慣もなく、そしてそれをきれいに保っていることが良いという価値観もなく、うん、とにかく歯がめちゃくちゃだと、ね、だから汚い 歯をかくっていうのに非常に時間をかけてますと、うん、これですよ汚い歯、これがやばい、はいはい、もう逆に言うとそんなことを心当たりないのに歯をケアするっていう習慣を持ってない人は結構いるんですよ。あの本当は皆さん2ヶ月に1遍ぐらい口腔メンテナンス行かなきゃダメなんですよ、うん、で言われたことあんまりないでしょ。あのたまに歯医者さんが学校に来てでそれで虫歯があったら治療するぐらいの習慣だったはずなんですよ、うんうんうん、でもねあのちゃんとしてる人って言ってるんですよ2ヶ月に1回ぐらい言ってますよ、うん、なんでね糸用心もしてるし、人が見た目が9割って言って脱オタクファッションガイドみたいなの昔流行ったじゃないですか。あ、脱オタファッションガイド ね電車男とかね、ダメですよ。本当に そこじゃないんですよ今見てるの。今言ったような牛島さん本当にもうほぼ全て言ってくれたんですけれども、その清潔感とかっていうのは自分の体とか暮らしを整えようってするその営みそのものに備わってくるものなんですね。なんで臭くない汚くない、うん、で服がねまあ、不快でないっていうものをしようとする意思があるかどうかがもう外見にすぐ出てくるんで、そう意思がない人はね表面的に綺麗にさせることがちょっと難しいんですよ、はい、ならないんです。なんでやろうっていうその今その振る舞いっていうものを全てを良くしていこうっていう意思があって行動を伴えば逆に言えばすぐにそれは結果に現れますんで、僕ね別にルックスも良くないし逆に清潔かっていうとそうでもないんですけれども、まあ、そういうところは今すごく見られるような時代になってきているなと、うん、はい、もうこれをね見て、うん、もし
便所が汚い人いたら牛島トイレ掃除術検索してください。超いいこと書いてますから。しかもね、普通のトイレ用洗剤は普通のトイレットペーパーを使うとボロボロになるんです、うん、でも大丈夫、アルコールね 99% スプレーはティッシュがボロボロになんねえから無限に使えるティッシュペーパーが、うん、しかも清潔、乾いた後もベタベタしない、おすすめです。豆ピカも本当はいいんですけど、まあ 99% 除菌がいいんじゃないかなと私は思います。床を全部拭きましょうね。